安藤です。今回は英国の児童文学を読むというシリーズの第3回です。今回取り上げる作品は、クリスマスカロル、砂の妖精、それから熊のプーさん、熊のパディントン、ハウルの動く城、ライラの冒険シリーズ3部作の、6組の作品を取り上げたいと思います。前回お話ししたようにイギリスには非常に優れた児童文学作品がたくさんあります。で、これらの作品はそのイギリスの文化的な背景、またその作品が書かれた時代背景などを、濃厚に反映している作品ばかりです。今回の講座もまた、作品の時代背景や文化的背景に注目しながら、可能な限りいろいろな角度から作品を分析したいと思います。